はい、私がハマってることの一つ、最近です。鎌倉殿の13人ですけども、私の地元がですね、和田町というんですけども、それがですね、今出ている和田義盛の建てた、まあ、神社とかも、神社、お寺か、があるんで、その辺に由来して、和田町っていうらしいんですよね。すごいっすね。知らなかったんですね。はい。それをちょっと今日は軽く紹介して、実はそれが僕の幼稚園だったりします。はい。今着きました、幼稚園。吉森殿が建てた、稲荷があります。ほら、この和田不動で、ここ、まあ、高校の時まで実家に住んでたんで、毎週ね、なんかコメントが変わるっていう、こういうのがありますね。はい、ここになんか毎回帰りに、ね、お祈りしてました。私の幼稚園も、まあ、仏教というかそっちの方だったんで、念ずれば花開く。これが私の幼稚園だったそうですね。でここ長い階段があります。これを登ります。はい、思い切ったところで国道1号にぶつかるんですけど、ここからさらに、脇道それて下っていきます。はい、そうするとですね、見えてきました。大なりの用心です。これですね、源頼朝から和田義盛がこの地に名を授かりですね、持っていいと、こういう寺を持っていいということで、ここはあるわけですね。素晴らしいですね。はい、という感じで、まあこれは結構坂が多いんで坂エリアですけど、こんな感じで、地元を紹介させていただきました。はい、そしてまだ地元にはですね、畠山重忠の石碑があるんですよね。多分ここではなくなってないんですけど、まあ諸説よりますが、その武家たちが、ここにも建てたというので、ちゃんと石碑があるんで、それもうちの地元には実は鎌倉殿の13人のメンバーの由来が結構意外とあって、面白いので、そこも撮影していきます。
人がね、こっちはグラウンドがあるんですけど、こちらが遊具場、遊ぶところにはなってます。はい、グラウンドでかいですね。そしてやりましたよ、この竹山茂忠公慰霊塔ですね。こんなところにあるんですね。いや、地元すぎてびっくりなんですけど、こういう、もう横は公園です。昼間は子供たちが遊んでいる感じ、まあ、横浜の景色も見えます。こんなところですね、中川大志さん演じる畠山茂忠公の慰霊塔があると思いませんね、はい、ここから見る景色も、はい、びっくりです。はい、ということでちょっと間に合いすぎましたけども、私の趣味の一つもマーマーキングチャンネルで紹介しようかなと思ったので、まあ、地元っていうのもありましたしね、紹介させていただきました。